こんにちは、かくすけです。やっていきましょう、花火ファンタストの続き。今回はこちらのサンサンさんに勝負を挑みます。はい、プログラムを作る。ミはしたよね。あ、してないっけ。はーい、花火入力スタート。あー、少な。あ、ちょっと待って、もう一回やり直し。ちょっと待って、あ、ちょっと待って、L1R1 ね。あ、よしよしよし、よし、入力スタート。トントン。トントン。トン。トン。いや、種類が足りんな。で、ダン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 ダタンじゃん、ダンダンダタ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 ダンダンダタンダンダンダタ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 ンダン。全然足りなくない？同じのばっか打ち上げてる。どうかな？ちょっとこれは許されない気がするな。完成です。良いプログラムはできましたか？見せてください。あ、タイミング得点とかある。え、タイミング得点がやばい。赤色に合わせてるつもりなんですけど、そして72点で止まっちゃった。花火得点も、あ、タイミング得点上がってきた。はい、ダンチャンダンチャン。花火の種類がやっぱ足りんな。それは許されなかったか。うん、自分でやっててダメだと思ったもん。この感じで良さそうだね。赤いバーのところで打ち上げるっていうやつで、うん、1バー1点ぐらいな感じだね。圧倒的数の少なさだな。じゃん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 。稼ぎどころなんだろうな、きっとね。タイミング得点は100点いきそうかな。あ、ギリギリいかない。何回か逃したもんな。うん、95点ね。これは許されませんか。72、95、良い花火になりましたね。でもまだまだ工夫のしどころはあるはず。私だけの花火を作ってください。はーい。
はい。きらびやかなのが好きなんですよね、あなた。よくやりましたね。あなたならこの花火ランドを立派に再建できましょう。ちょっと、ダメって言ってほしかった。ピエッタは素晴らしい人を連れてきてくれました。ありがとう。この星をあげましょう。これを利用すればきっとフェアリーが納得する花火が作れるはず。もちろん私だけのものではダメです。他のエリアのボスの協力もあってこそですよ。しかしあなたの花火にもまだまだ改善の余地はあります。より良い花火ができたらまた来なさい。もっと珍しい星を集めておいてあげましょう。あ、オッケーです。許されてしまったぞ、とりあえず。でもダメだな、これは。まあまあ花火を集めよっかな、いろんなところに行って。絶対どっかに雨が降ったはずだから。花火の館から行こう。あ、さっきのクリアしたことで占いが。おめでとう。この辺の連中はみんなあんたの花火に納得したみたいだね。フェアリーも周りで打ち上がってるあんたの花火を見てるみたいだよ。幸せの花火が作れるなら会ってみてもいいと言っていたんだ。ビデオをもらってきたからあげるよ。おお、肩もこの通り預かってきたよ。実はこれはまだ実現していない花火なんだよ。まだ設計の段階だったそうだ。ビデオはイメージ映像らしいよ。確かにこの花火ができれば誰も文句は言うまい。アイロンですらそんな花火師が出てきたことを喜ぶだろう。この花火を作る方法を考えておくんだよ。今すぐには無理だろうけどね。あー、やった、星占い。また占ってほしいのかい。行動力があるタイプだね。もしかしたら独善的なところもあるかもしれないよ。それが悪いというつもりはないが、バランスのやつか。ありがとうございます。じゃあダルマクさんが転んだの赤のところ行ってみよう。お、すごい。ダルマさんが転んだ。ひゃっとこひゃっとこ。よし、ちょっと雨は降ってなさそうなので他のとこに行きますよ。でも赤の国結構、赤のエリア結構見逃してるっぽいんだよね、星。あ、降ってる降ってる。よしよしよし。お、特別星も落ちてるね。お、あ、いいね、虹バネ来たね。なんか課題にあった気がする。基本星もう開けない、拾えないのか。確かに基本星はもうあんまり拾わなくていいね。こだわりないし。よし、特別星1個拾った。じゃあ木のエリア。じゃららららら。よし、木のエリアには雨は降ってなさそうだね。あ、降ってる降ってるね。でも基本星もう拾えないんでしょ。でもなんか落ちっぱなしなのも気になるな。捨てまくろうかな、一回。聞くとボタンがあればとりあえずいいってことよね。おりゃ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 。なんかかぶってる分もありそうだから、かぶりを消すみたいなやつ欲しいな。これは結構前のゲームだから、そんなね贅沢言えないな。でも青あんま見かけないし、青は残しとこう。と思ったけど、青ボタンあるすでに。合成星もね。
ないけど、合成星が課題に出ることは多分ないんだよね。やっぱ個人的にこのゲームの面白いところは課題をこなすことだと思ってるから、合成はそこまでしなくていいかな。よし、こんなもんかな。特別星はどんなもん？あ、結構拾ってるね、もう。うんうん。半分はいってそうだな。ちょうど半分って感じかな。てんてんちゃん。よし、拾っていこう。特別星は落ちてないかな。落ちてなさそうだな。うん、落ちてない。むそりゃいいか、基本星だし。よいしょ。この先が風だよね。風の国。落下星0個か。OK、じゃあ青に行こう。うん。チェンチェンチェレンチェンチェンチェン。あー、終わりかー。え？作れるかな？課題。花火ババのさえ作れてないからね。これ今ならいける。赤、青、黄。あ、あるね。三角と、なんだっけ、あの青いやつ。すご、幸せだ。課題 VTR によると、うん、新入りだな、普通に。3つの新入りで、一番真ん中が、よし、OK。一番真ん中が水菊だったっけ、あれ。龍菊だっけ。龍菊赤だっけ。これか、紙吹雪？違う。なんだ？三角じゃなかった、周りのやつ。三角じゃない。なんだっけな。ピカピカ？ピカピカしすぎてる。ミラーボールでもなく、あ、夜景だったっけ。あ、シャンシャンシャンだったな、夜景は。チリリ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 ーっていうのは、星降る夜。ターズどんなだっけ。
黄色系キラッキラ星。あーこれか、違いそうだ。水陸が若干違うかなとは若干思ってる。水陸が違うかな。うん、さっきのとほぼ一緒で。うわ、これしか残ってない。これが三角でしょ。うんと、うん、もうちょっと、やっぱそうだよね。うん、なんかなとは思ってた。なんだかな、滝ではない、水しぶき。違うね、滝は下に落ちちゃうんだよね。うん、違って、なんだっけ、ビッグウェーブの方か。おお、ビッグすぎた。これはビッグすぎたですよ。うん、ビッグすぎる。なんだかな、なんか見たことあるんだよね、あれ。太陽、夜景、ミニ、虹。ウェーブしすぎたなぁ。おかえり。スクリューがパファ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 ってなるやつ。ミステリーサイクルモン。いつも忘れるんだ。でも違うはず。うん。あれー、水しぶき、ハミング、ブラックホール、シャボン遊び、スターズ。あれ？あれ？あれ？違うのか？場所？三角が真ん中？で、水陸をここに入れたらもっと大きめな動きをする？これでどうだ？こっちだー。よし、今度こそ。あ、来たね。最初の動きでわかるんだ。よし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 。うん、筒は起きません。よしよし。で、あの輪っかのやつ作れるようになったよね、鏡の。お、雨の音がする。やったね。チャーンチャーンチャーン、チャララランララ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 。よしよしよし、これができた。アイスクリームはまだかな。何かがビヨンビヨン、まぐれ星、幾何学模様出会い、つむじ風、ハートブレイク、ペン先、うん。あれ？沈みワッカーもやった。あれ？彩りシンフォニー。うん、幸せの花火はまだ。うわー。まだ作れないよね。ほら、じゃあ特別星集めだな。まあ、あとは光の国でもっと高得点を出したら、くれるかもしれないけど。やっぱね、赤エリアの星を集められてないのが気になるんだよね。どこかな。
ッカ星2個あるらしいんだよね、どこかに。お地蔵さんの話？アドマツ。風邪をきます。うん、まだ門松の話してるんだよね。落ちてきてないな。もう一個門松。あれ、ただ光るだけじゃん、この門松。アドマツに当てたらなんか出てくる？キャッとか、あ、手に乗ってる狙いとは違ったけど、やった。猫が持ってたアジサイの花、やった。アドマツは特に何も持ってないかな。持ってた。いや、普通に見逃してるんだろうな、どっか。よし、今日は星座集めだな。赤星猫。お地蔵さんもね、なんか言われてたことあったよね。お地蔵さんがなんたらかんたらって。よし、移動させて。もう全お地蔵さんに当てちゃうね。いや、やっぱこの傘かぶってるおじさんが怪しい。おじさん怪しいと思うんだけどな。いや、違うのか。どこにある？ここの上にあるのはもう拾ったし。この上みたいなのを拾った。回っているものたち、特に乗っていない。あー、乗ってない。どこですか。ここの回っている間とか確かに見てないな、ちゃんと。ない？間に、回ってる間に。ないなぁ。ひゃっとこ、ひゃっとこ。ここにも特に。ないよね。というか、狙ってたもんね、ここら辺。狙った記憶あるからなぁ。ないよ、特に特別欲しい。あと1個あるらしいけど、どこだい？なんかギミック系のやつ取ってないのかな。あー、鐘鳴らしたら出てくるとかあるもんね。そう考えると怪しいのはだるまなんだよ。だるまの目に当てたらなんか出てくる。アリエル。せい。ないかー。あー、綺麗ねー。いやー、いやー、さっきの招き猫なかなかのミラクルだったな、そう考えると。いやー、ないねー。いやー、ないねー。
橋の上に何かあるわけでもないよね。見つかりません。あの富士山も若干怪しいな。雨がここで降ったら落ちてくるのね。あるんだよね。こんにちは。基本星いっぱいあります。富士山に向けて行ってみよう。あ、タコも上がってるんだね。30度かな。いや、30度じゃない、10度で。違うね。15度。違うなぁ、ちょっと待って。30度。あ、30度よ。あ、違う。30度。いやー、ないよねー。なんかないですか、ヒント。あげた花火で風吹いてこの辺綺麗になりました。ありがとう。これあげます。まあ普通のやつよね。門松かっこいいです。あなた特別星知らない？うん、鏡の国はもう行かれました？面白い国らしいですね。うん、もう行きました。あるか。あれ、普通に取り逃しかな、それとも特別星の取り逃しかな。いやー、もう完全に背景だと思いきやっていうのあったからね、さっき。こんにちは。
内訳も欲しいね。落ちてる星の上になんか見えたような、そんなことはない。ここにも落ちてないでしょ。あれ、普通に特別星取ってないかな。時間がもう30分になっていることは気づいてるんだけどね。やめたくないのよ。もっと遊びたいのよ。最後の動画って決めてるから。今日。マップ見るで見えないよね。空飛ぶ絨毯みたいなのあったな、さっき。そこにない？空飛ぶ絨毯じゃなくて電車か。なさそうだな。バスか。ないね。特別星を探す癖としてどうしても上の方を見ちゃうんだけど、さっきみたいに横にあったりすることもあるんだね。こんにちは。可愛いものが大好きなんです。風の国っていうところに繋がってるそうなんです。ピューピュー風が吹いてるらしいよ。ですよ、そのまんまですね。風の国もう行きましたか？ロマンティックなところだそうですね。行きました。いやー、鳥が厄介でしたよ。星を持っているせいで。見当たんないな。じゃあヒントくれません？特別星、すごい星です。100個くらいある思います。どこ？合成星無限です。ちょっとじゃん教えてくれないか。捨てる場所のヒントが欲しいぞ。知らない？君、星時々引っかかってますね。引っかかってるんだよな。引っかかってるんだな、どっかに。あの風車かな、怪しいのは。あそこの塔はまあもう十分観察したけど、風車のどこかの羽に引っかかってたり。右はまずないな。ん？あの風車一本だけ羽が赤いな。あれじゃないか？あれじゃないかい？なんか熱暴走起こしてない？これだ、きっと。一個だけ不自然だもん。この花火だからだね。あれ、あの赤みは。でも1個だけだよ、赤いの。いや、1個だけだよ、赤いの。この花火の問題？
このへそんな変な花火だっけ。あ、いきなり爆発しちゃうのか。じゃあ他の花火にしてみよう。こっち、これ使おう。よし、30度でいっけー。ダメかい。10度で。横から当てる感じで。いやー、当たんない。あれ、当たんないのか、それとも、え、わからんな、これは。羽の部分じゃなくて、こっちに当てればいい？いや、そんなことないか。え、これだと思うんだけどな。不自然よね、ここだけ赤いの。え、違う？え、違う？あれ？ちょっと待って。まさかの直接触るパターンじゃない？これ。違う？1個だけ赤いもん、明らかに。え？調べられないな。調べられない。これは気になるぞ。真横から、当てて。ちょうどここで爆発させないといけないという、あれだったらはあえて離れて、こっから撃つ必要があるけど。もう30度にして、ダメ、それ見えないな。あれ？あれ？わざとじゃないはずがないよね。10度だとなんか25度にしたいな。え、違うのかな。もう私わかりませんよ。ダメ。おかしいな。あれだと思うんだけどな。どうしても気になって仕方ない。どうしても気になる私は。違う？赤いよ、あれだけ。困った時の青ボタン。よくわかんない飛び方するからね、青ボタンは。あれだと思うけどな。綺麗だね。綺麗に飛んでるね。あれ？
悔しい悔しい。なんか透き通ってくんだよね。後ろ側から出てもね。いや、綺麗だな。花火が綺麗だな。赤く見えないんだよね。え？いや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 、絶対意味があるよこれ。ねえ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 、あれの撮り方教えて。意味わかんないよ。引っかかってますよね。チューリップ最近キラキラしてます。時々引っかかってます。チューリップは前撮った気がするな。チューリップについてるやつ。撮った気がするよ。引っかかってるって絶対あれだよ。絶対あれよ。どれ、チューリップは、まあ撮ったよね。いや、絶対だよ。お、いい方向に飛んでいってくれないかな。いやー、こりゃ、いや、攻略なんてあるのかな、このゲーム。確信を持って攻略サイトで見たい。けど攻略サイトが存在するか知らない。たまに止まるから、止まったタイミングじゃないといけないとか。でもそれだったら何回も当ててるよね、止まったタイミングに。すみませんね、ずっとこれやって。いや、この前の鳥とは違って確信じゃないからね。絶対じゃないから何とも言えないんだよなー、これ。違うの？そっち見ちゃってるな。よいしょ。角度を変えたら正面を向くんだよね。よし。違うのかな。違うのかなってなってきた。違うのかな。悔しいな。仕上げることで、全体に影響を及ぼしたりしない？
風車全体に。あー、こっち側まで行ってるんだっけ。やっぱあそこだけなんだよ、あそこだけなんだよ、色が違うの。いやー、でもあの鳥居も相当シビアだったからね。やっぱりシビアなだけの線あると思うんだ。ただただシビアで当てられてないっていう可能性あるよ。あ、綺麗。ひー、調べてみよう。今回はここで諦めて終わりにしようかな。仕方ないよね、こうなっちゃったらね。星が見えないんだよね。こい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 よし、もう仕方ない、仕方ない、やめよう。もうすごい気になるけどやめましょう。今回ここで終わりにします。ご視聴いただきありがとうございました。